まあ、一例かもしれません、下回っているわけですよね。それを考えるとやっぱり企業業績の下方修正の懸念というのが出てきて、まあ、それも織り込んで株が下がっていることだと思うんですけども、これが結構長引いちゃうと、あの一時的な不安といっても結構今年の景気に影響を及ぼす可能性があるかなと、そうなると分からないですけど、もしかしたら私は可能性として、今月末28、29、金融政策決定会があるんですけど、状況次第で私は追加緩和の日銀がやってくるんじゃないかな。この間の何でしたっけ、あの鈴木さんの名前忘れちゃった、環境整備じゃなくて、なんちゃら補完的緩和じゃなくて、緩和じゃないですけどね、あの、はい、まあ、だから将来は、まあ、はい、緩和ができるような環境整備みたいな、じゃなくてもっと本格的なものが、はいはい、やってくる可能性が、でもやってこないというか、この為替と株の水準を放置しちゃうと、多分、まあ、賃上げとか、まあ、企業業績を通じて今年の景気に相当大きく影響してくるので、もう私はもう今年から結構正念場に入ったなという、今年の景気は見てますけど、今の賃上げの話、高松さんね、今の株安がそのままこの来年の春闘の賃上げに影響するんじゃないかという、まあ、中間さんのお話、これどんなふうにお話になりますか。ちょっとまだ早急すぎるかなと思うんですけどね、まあ、あのあくまでも一時的にかなり下げてるだけだと私は思ってるんですけど、あのよく株価と連動するのは、はい、例えば景気物価上昇の現状判断利益とかありますけども、はいはい、明日出てきますよね、はい、で1月に出てくる12月分って結構改善しやすいんですよ、季節的に、でそういういい数字が出てきたりすると、流れ変わる可能性もあると思ってますよ。だから1月末までずっと今の状態が続くとはちょっと思えないと思ってますね。ただ中国だって、なんだって、例えば人民元のね、あの原安の方にずっと基準値を誘導してたから、はい、また8月と同じで、きっと悪いからやってるんだっていうのを持って、ここで下げてる面があります。でそれが今少しずつ戻してる感じですよね。でだんだんとやっぱりその辺の操作してるのもなかったねなんてなってくると、あと戻ってくる可能性もあると思ってますけど、しばらく様子見ないとわからないけど、僕はもともとこのマーケットの発言がなくても今年の春闘は結構懸念していて、なんでかというと、すでに出ているその労働組合側の要求額が去年より少ないところが多いんですよ。だから賃上げ率が去年よりいかないんじゃないかなと。さらにこういう状況になると、だから別にこういう状況じゃなくても、私は今年の賃上げは結構懸念してるんですけど、賃上げはだって実現されなかったら、その いわゆる今成長と分配がどうのこうのとかって総理も言ってますけれども、はいはいはい、その分配も成長も何もなくて、賃上げそのものがそのまた別の次元で必要だってみんな思ってるわけじゃないですか。すべてがその前提がこう瓦解していくような印象になっちゃうんですけど、はい、今年の日本経済はその春闘においてもすでにもう大ブレーキがかかってしまう、私は懸念してますね。でそれをまあ原油が下がったところで一部補う部分があるのかもしれませんけど、やっぱり心理的に物が安くなるのをやっぱりもらうものが増える方が多分マインド的にも高くだと思うので、それを考えると春闘の賃上げ率があの去年よりも伸びないと結構厳しいかもしれないかなと思います。ちなみにその株価に関してですね、株価が下がることによって賃上げのに悪影響が出るんじゃないかと長野さんがおっしゃっている中で、17,700円、この状況が例えば今年のね、どうなりますかと分からない人なんで、あの難しい予測で、予測としてどのくらいのレンジをこう今年の株価はいくんだろうかと、その株価のレンジの中で言うと春闘の見通しは暗いというのはどんなふうに僕ら見てらっしゃるか分かる。多分ですね、まあ、年明けに、まあ、いろんなその市場関係者の方がですね、はい、今年の株のレンジを出して、まあ、いろいろこう、まあ、バリエーションあるんですけど、ただ多分一番一般的な見方としてはですね、そのいわゆる PR 株価収益率、これを大体下を14倍上を16倍って考えて、で予想収益率から計算すると大体1万8000から、まあ、2万2000ぐらいのレンジが多分中心だと思うんですね。でもいきなりもう初っ端で下を私はまあそうは言っても、まあ、景気後退まで入らないので、さすがに言うと今の状況って不安心理が過剰に、ね、しゃぶりしている状況だと思うので、私は株はこんな状況で推移すると思いませんけど、戻るとは思うんですけど、ただあのこの状況でこうなっちゃうと、その春闘に影響を及んじゃうと、もうそれってもう、ね、春闘で給料決まっちゃったらもう金額がどんどん下がっていきますよね、決まっちゃうんで、はい、それと確かに株は確かに影響は企業心理の影響は、はい、まあ、経営者の心理の影響を与えると思うんですが、ただ一方で企業業績を考えると、おそらく今期は過去最高益を更新するんですね。今期過去最高益を更新するような状況で、あそこそれ、まあ、財務管理が多少悪いのは確かあることはあるんだけれども、そんな状況で賃上げがある程度限定的にいいんですかっていう議論には多分なると思うんですよ。ですから今の長野さんがおっしゃる懸念は確かにやるのかもしれない。でも過去最高益の状況の中でですね、そういうことが果たして言えるかどうかというところがあると思うんですね。
それでいくと、じゃあ例えば、こう、マスミさんは今年は株価どのぐらいのレンジで推移するか。今あのバリエーションの話に出ましたけど、はい、PBR は過去大体あの16倍ぐらい平均で、下が16倍から上が18倍まで大体まあ相手なんかで動いたんですけども、はい、で企業業績は例えば今横ばいだとしてもですね、であるならば去年と大体同じようなレンジ で去年は下はどこまであったかと1万7000円割れが確かあったんですよね。で上はどこまであったかというと2万1000近くまであったわけで、まるっきりその企業の利益の増益率、まあ、例えばなしにしてもですね、なしにしても横ばいにしてもそのくらいはあんま確保できるのかなと思ってますので、さらにですね、例えば原油安がどんどんどんついているといったところ、あるいは今年の選挙もありますので、まあ、足元のその景気を何としても良くしなきゃいけないというところがあるわけですから、あ今長野さんおっしゃられてますね、金融緩和なりあるいはその追加の補正なりといったの格好も場合によってはですね、考えると、どんどん景気を良くしてですね、ちゃんとしての選挙戦を有利に戦わなきゃいけないというところが政権としてあるはずですから、それを考えるとですね、ここはあの前半戦のところでですね、あのなんとか政策を出す可能性十分あるのかなというふうに思いますね。竹野さんはその発火のレンジどうなんですか。僕は割と強気で見てまして、例えばあの今の企業収益ですけれども、企業収益悪ければ大相撲の検証なんて書けないですよ。今場所の A、初日がですね、163本かかりましたね、はい、で、今場所は2000本前後になるって言われてます、そこ最高です。だから、この前の秋場所の時の1979本を上回る、はい、ということは、企業収益が良くなってるから広告費を出せるというふうに考えれば、松野さんがおっしゃられたように、企業収益が今期最高費になりそうだっていう、そういう話と連動してくるのと。だからそれがあること、それからもう一つですね、例えば日銀短観にしても、足元横ばいとか少し悪くなってますねっていう印象で皆さん思ってると思うんです、ところがですね、例えばそれは大企業製造業とかその辺の数字ですよ、中国の影響を受けて、で日本の大企業非製造業の業況判断でいくつだと思います、プラスの25です。でこれいつ以来かっていうと91年の11月調査以来です。だからバブル崩壊直後のレベルのものって結構多いんです、はい、なるほど。中小企業もいいんです、はい、中小企業の短観の業況判断でプラスの5です、はい、でこれはいつ以来かっていうと92年目の2月調査がプラスの5 で、うん、でその後あの消費税率引き上げ前の駆け込みでプラスの8が1回あるんですけど、それを除けばそれ以来の92年2月以来のプラスなんです、ということは雇用吸収力の強い業種がいいわけですよ。でこういう数字って皆さんほとんど認識されてないんですね。だったら例えばその株価にしてもね、2万円、2万2000円とかちょっともっと上に行くのに企業収益が過去最大、そうそうです。それでもなんで皆さん去年並みとか。だから皆さんこの注目をまずしてないんです。有効基準ベースとかなんかが、1.25 倍で、はい、これもやっぱり日本の24年ぶりの水準だと、でもあんまりそういうのって意識してないんじゃないですか。気がついてないんですか。気がついてないって言われると気がついてますよね。いやでも確かにその具体経済はその良くなってるのは確かなんですけど、はい、私結構有効求人倍率は注視してみなきゃいけないかなと思うのが、やっぱり今ってその人口が減ってるんで、はい、労働需給的に考えると上がって当たり前なんですね、はい、でかつ別に